はい、皆さん、毎度毎度。はい、深川先生のね、思い出話を読みながらコメントだね。まあ、別に深川先生にコメント返すわけじゃないね。すべての男性美容師に対してね、コメント返しするような感じだね。まあ、深川先生の場合はね、大学中退してね、美容師になったと。もう他に何ができるか当時わからなくて、わかんないよ、男は。自分で自分の将来なんかわかんない。で、結局、消去法でね、まあ、親の家業を継いでしまえと。でも当時はね、親の家業もね、かなり儲かってたと思うんだよね。うちもそうだったからね、若い時、自分が二十歳ぐらいの時、美容業を目指した時、まあ、親も、父親もね、別々の仕事で、それ、そこそこね、儲かってたからね、羽振りよくお金っていうのが、回ってたっつの。高度成長かなんかでね。だから我々二代目組はね、消去法で美容師やってんだよね。美容師しか俺はねえんだじゃねえんだよね。他にやることがなくあるし、美容師やってんだよ。スタートの時点からね、我々っつうのは甘いんだよ。で、いざ美容師やってね、お客様やってね、まあ、クレームも多く、これはね、会社組織、そのお店のやり方が間違えてるとしか言えないよね。そういう若い美容師を育てる場合、うちもそうだったけど、20代とか30代前半ぐらいでさ、カットなんかろくなことはできないわけよ。まあ、ワンパターンのカットはできるかもしれないけどね。で、それをさ、野放しでやらせるってのは非常に危険っつうの？まあ、カットなんかね、どんなにね、ウィッグでね、練習してもね、人間の頭ってのは全く別のものだからね。カットでね、得た知識、技術というのはね、人間の頭にはね、まっすぐ切る程度のことは、参考になるけどね、ほぼ参考にならないことばかりだからね。まあ若い時は自分もね、一切失敗した時の話のことはね、かっこ悪いからね、喋らないけどね、思い出したくもないよね。で、辞めたいと思うのは30代の頃ってさ、若いからいくらでもお客さん来てね、もう辞めるなんて思わなかったね、本当に調子に乗ってたよね。で、40代ぐらいになってからだよね、あれってお客さんが少なくなったなってね。で、その時ね、でうまく仕事がいかなかったりするとね、辞めたいって思うよね。40を過ぎちゃうとね、もう辞めて何ができるって言ったら、タクシーの運転手か運送屋、やっぱり運送業だろうね、一番稼げるのは。実際うちのお客さんでも運送業で成功してる人は何人もいるからね。まあでもね、借金もあったからね、やめらんなかったからね、やめらんねえから美容業ね、もう、突き進んできたけどね、本当にもうお客さん来ねえって言ったら値下げしちゃえとかね。まあ、それでもね、その時自分なんかがちょうど40代の頃かね、宿毛矯正、アイロン型が流行ったんだよね。あれと、やっぱ IT バブルとかね、そういうのでね、結構美容業まだまだ盛り上がってたんだよね。で、今もうコロナだからね。まあ、黙っててもお客さんが減ってね、精神的にね、やられる時期だよね。街を車で走るとね、開けてない商店とかね、ファミレスなんかも閉めちゃってるっていうのは貸し店舗になってたりするからね。でも、深川先生は前、スタッフ雇いたいとか言ってたから、それほど心配するような営業じゃないのかな。まあ、どういうね、営業方法をやろうが構わないけどね。まあ、うちはさ、まあ何回も言うけど、カットだけなんだよ。シャンプーしねえんだよ。で、この年になってね、カットだけで帰ってくれんで、みんなもうシャンプーしねえんだよ。あー、助かったって感じ。本当に楽でいい。ロングの姉ちゃん来てシャンプーカットなんかやったらもう倍時間かかるからね。いや、これ皆さんどう考えるかね。で、スタッフが多い店だと若い人にシャンプーやらせっからいいんだよとか、乾かすのも若い人が乾かすからいいんだよってんで、そういうんだったらいいよ。一人でやってる店ね、これシャンプーカットはね、めんどくさいというか手間かかる。その分お金請求できるんだったらいいけどね。だからうちなんかカットだけで、あー助かったって感じ、この年になって。いや、これ皆さんどう思うかね。はい、お疲れ様でした。